者とはお前のことか、ラルフ・ホプキンス。なぜ特殊工作員の貴様がここに？目障りだ。伏せろ。ここは爆破する。それが俺の反逆の呪しだ。何？どういうつもりだ？アシュレイ・アークエットを殺す。邪魔をするなら貴様もだ。工作員風情が思い上がるな。死ぬのはあんたの方よ。勝負あったようだな。この私が負けるなんて。実力ではない。それ以前、戦う理由の差だ。勝手に死にやがったか。お前か、その男を殺したのは。なんだと？貴様この情報屋の仲間か？兄さん聞きたいことがあるんだが。邪魔立てするなら排除する。はっ、嫌な面だね。俺はそんな目をした奴が大嫌いなんでな。ちょっと手洗いが覚悟しろよ。
なんて動きだ、バケモンめ。悪いが今の俺は貴様に付き合うほど暇はないんでな。誰だ？あの、なんだこの感じは。こいつ人間じゃないのか。違う、僕は。お前は危険だ。ガララ。こいつが例の実験体なのか。僕が実験体。Thank you.
動かないで。女？やっと見つけた。あなたに死んでもらいに来たの。その首のジョーカーはアリシアなのか？なぜ君が？兄さんがあなたを殺すって。だから私手伝わなきゃ。やめるんだアリシア。ダメよ。私兄さんが一番大事なの。私に残されたたった一つの宝物だから。戦うしかないのか。深手だが致命傷ではない。嘘。ラルフ、またあの時のように一人だけどこかへ行くのね。それは。兄さん。アリシア。
久しいな、ラルフ。8年ぶりか。なぜ貴様が俺を狙う？知りたいか。ならば教えてやろう。貴様が殺されなければならない、その訳を。ああ。知っているか？10年前、町を、俺たちのかけがえのない家族を襲ったウイルスは、ゼクスが意図的に散布したものだったのだ。町そのものが、ある男の野望の実験場にされたのだよ。その男の名は、ソンダース・アークエット。フレーターヒルの惨劇の引き金を引いた男、ゼクス前会長。つまり、貴様の父親というわけだ。父？そうだ！そして奴は私とアリシアを引き取り、育ててくれた養父をも死に追い込んだのだ。テイラー先生が死んだのか？わかるか、ラルフ。私の怒りが。だから貴様も貴様の兄も、ゼクスに携わる者すべてを殺す。ルース、俺たちが戦って何になるというのだ。笑わせるな。アリシアがあの小さな心を壊したことに貴様の責任がないとは言わせんぞ。戦うしかないのか、ルース。どうやらここまでのようだな。なぜだ、なぜ貴様が生き、私が死な。アリシアが待ってる。もう行ってやれ。アリシアまでも。貴様、あま、この呪われた男め、先に地獄で待っている。せいぜい苦しんで死ぬがいい。この先、すべてを知った上でな。ルース、俺は、まだ止まるわけにはいかない。
あしらい。アールニンバス。侵入者捕捉。ラルフ・ホプキンスと確認。マスターに危害を加えようとする者は、たとえそれがマスターの意に反しても排除します。ゼクスの最高傑作か。直ちに武器を捨て降伏しなさい。従わない場合、5秒後に攻撃を開始します。カウントダウン5 4 3。だがなんであれ、俺の行く手を阻む奴には消えてもらう。2 1 0。システムを戦闘モードへ移行します。ターゲットデリート。さすがに最新型だな。手こずらせてくれる。このサトシ絵は、ラルフ、よく来たな。直通エレベーターを使用して早く私の元へ来たまえ。ついに追い詰めたぞ、アシュレイ。俺はお前を必ず殺す。
待っていたぞ。アシュレイ・アークエット。兄とは呼んでくれんか。無理もないな。ここがなんだかわかるか。エメテルが採取された遺跡ということか。そう、エネルギー問題を解決し、ゼクスに富と名声とを与えた場所、そしてかの者たちが眠っていた場所でもある。それが何だというのだ。あの男は己の野心のために古代人の研究を行い、結果フレーターヒルの惨劇を起こすに至ったのだ。それがどうした。貴様も未だにクローン実験を繰り返しているだろうに。お前には関わりのないことだ。誰事はもう十分だ。俺はお前を殺す。いいだろう。私を止められるものならば止めてみるがいい。行くぞ、ラルフ。見事だ、ラルフ。貴様、死ぬつもりだったのか。そうではないよ、ラルフ。私は疲れた。私の最後の仕事だ。ここを爆破する。何？消えるべきものが消えるだけだ。もしアールニンバスのデータパックが無事なら、お前は全てを知るだろう。さらばだ。くそー、どういうことだ。アシュレイ！
you